こんにちは、亀蔵です。11月に入りました。今日まだ半袖です。なんですが、まあ明日明後日ぐらいになってくるとだいぶね、冬のような温度になるということで、外にあった植物すべてこのように今年も温室に取り込みました。でこの温室なんですけど、もともと屋外にあった場所を囲ったという形で、これね、外の、まあ、サッシ、その外側に温室を作ったという形ですね。で数年ね、こちらで管理しているんですが、真冬のね、10度を切るような日でもこの温室の中ですと、まあ、プラス5度から10度ぐらい保っています。最初ね、作った当時はあまりにも寒かったら、何かこうビニールハウス用の暖房の何か器具を置こうかなと思ったんですけど、意外となんとかなってしまっているので、何もしていない無加温状態です。特に暖かくしようとしているようなものは今のところ一切使っていません。まあ、ただですね、真夏の時なんか暑い日はですね、この温室の中に隣にある室内から冷気をね、エアコン、涼しい空気を流し込んだりしていたので、あんまりにもね、雪降って寒い時なんかは部屋の暖かい空気、暖房の空気をこちらに流し込んで暖かくしたりということをしていました。まあでも大体はですね、もう本当この温室のこの空間のままの温度で結構植物がですね、いけてしまうので、まあこのままやっています。まあそういう意味では本当この温室をですね、作ってよかったなと思っているところです。で今日は植物見ていこうと思うんですが、まずはですね、ビカクシダ、年々大きくなっていくので温室に入るかな問題があるんですが、今年もちゃんと入りました。でこちらがですね、ファイヤークラッカーです。スモーキーウッドさんで購入させていただきました。最初のね、株はこれで板についてたんですが、コルク付けしたところですね、こちらは新しくまた出てきてますね。株がね、もう群生してきています。で、まあ、外して板とか、まあ、コルクにつけてもいいんですが、これはなんかこのまま群生させようかなということで、こんな感じですね。これ茶色い、これ胞子ですね。隣がですね、これ一番の大物です。園芸店でですね、まあ、10月ぐらいでね、シーズンオフのなんかセールのような感じで売られていた、もうほんと最初小さい株だったんですけれども、700いくらで売っていたのを半額で、それがですね、数年経ってこうなりました。もうでかいです。まあ直径ね、40センチはないんですけどね、30センチは超えてますね。はい、それくらいの塊に育ちました。最初につけたコルクがですね、ちょっとスカスカのものだったので折れちゃいまして、割と最近新しいしっかりしたコルクに付け替えました。でビカクはもう一つ、ベイチで、ベイチは割とビカクシダの仲間の中では寒さ強い方らしいということなので、この外側の温室で今年も管理してみたいと思っています。これもね、またね、結構小株よくできてくるんですよね。ちっちゃい丸いのは小株ですね。付け替えたね、小株は室内の方でね、養生して管理しているものもあります。でその次にですね、我が家で大物、こちらですかね、タンクブロメリア。これはね、ホヘンベルギアです。品種だと何だったかな、普通のレオパルドフォルスティじゃなくて、それのまあ品種改良されたものらしいですね。最初のうちは買った時はですね、これよりもちっちゃかったんですけどね、こちらはね、レオパルドフォルスティのダンクローンという品種です。これはスピーシーナーセリーの藤川さんのタンクブロメリアの本にも登場するブロメリアでして、まあ、本でね、見た時に赤紫色の、なんていうんですかね、本当にそういう色でかっこいいなと思っていた株でした。いつぞやの池袋のラン店で藤川さんから小株を購入して、まあ、結構こんな感じで育ってくれました。こんな感じ、まあ、まだまだね、レオパルドフォルスティなので、大きくなるんじゃないかなとは思います。で、最近ね、室内に入れたので、ちょっと青々としてきてしまいましたけど、この辺ね、タンクブロメリアはですね、冬場室内に入れると緑がかってきます。で、こちらね、まだ少しほんのりピンク残ってますが、こういうね、赤いタンクブロメリアも室内に取り込むと真っ青な緑色になったりしますね。やっぱりね、ある程度日に当てないと、赤くならない、亀みたいですね。
この辺はね、ダースベイダーです。なかなかね、我が家ダースベイダーね、花咲かないんですよね。育て方も問題なのか。で、普通は、よくね、本なんか見ると花が咲いて、そうすると小株が出るよっていうことなんですが、こちらはね、花は咲かないけど小株がよく出ますね。こう2つありますね。でこちらの株もだからもうちょっとすると枯れちゃうのかな。もうちょっとこの辺ね、弱ってきてますね。こちらの株なんかはこれはもう倒れそうですね。親株で、これが小株なんですが、まあ、小株はね結構しっかりしてるので、春になったらこの小株の方がまっすぐ立つように植え替えてあげようかなと思っています。この辺はマルモラータティンプローマンの未生です。うちで種取って増やしたものです。これ結構いい感じにくるくる巻いてますね。ある程度ね、乾いてた方が巻くらしいということで、少し辛めな感じで管理しています。で、さらに育ったやつですとね、これで未生なんですよ。これが未生の中ではこれが一番いい感じに成長してますね、まあ、だいぶ親株に近い。親株これですね。こうやって比べるとね、親株すごい立派ですよね。まあ、50センチ近いですね。まあ、僕が一番好きなタンクブロメリアなんですが、こちらエクメアシャンティニ、こちらはね流木に取り付けています。こんな感じですね。親株から子株が生えてきます。ランナーが出てきて子株が出てくると。これはですね、また新しく、ここから見えますかね、このとんがり帽子、このとんがり帽子に尖ってるやつ、これがニョキニョキ伸びてきて、で、やがてこの形になってきます。で、上へ上へとね、伸びていく習性があります。こう、流木を巻くように育っていくという感じですね。ちなみに名前がエクミアシャンティニのシルバーデレオンという品種でした。この白い部分がね、結構光の加減でシルバーに見えるんで、まあ、そういう名前にしたのかなと。結構かっこいい。で、こちらはね、まあ、同じ仲間なんですが、ウクメアシャンティのブラックエボニーという名前で購入しました。ヤフオクで落札した小株だったかな。ブラックっていうだけあって、まあ、黒いですね。外の方が黒黒します。で、今これもね、室内に取り込んでしばらく経ったので、ちょっとね、青々としてきちゃってます。こっちが親株ですね。もうちょっと元気なくなってきてます。で、これがすごいいい感じに仕上がっている子株からの、さらに新しい子株が今出てきている状態です。これ流木をね、2つ組み合わせてステンレスのビスで留めて、でステンレスのフックを自分で作ってつけました。で、こうやってかけれるように、こんな感じで見えます。鉢に植えてあるタイプもね、売られてるんですけど、そうすると株がね、太くなる。やっぱ土の方が栄養が行き届くのか。これは全然エクミアじゃないんですけど、着生させると締まった感じ、こうスリムな、まあ、この辺は好みなのかなと思うんですが、僕はねこの姿の方が好きで、基本的にエクミアは流木に着生させるようにしています。トトロの鉢に入っているこのディキアも未生です。動いてきてね、これはなんかなんとかうまくいけそうです。成長が悪くてですね、何年、これ3年前かな、やっと動き出しました。3年ですよ。3年経ってやっとこのサイズ。もうちょっと肥料をあげた方が良かったのか、一応ディキアっぽい感じになってくれました。親株はねこちらなんですよ。一番最初に買ったディキアで、これ町田さんというブルータスでも登場してましたね。目黒であったイベントで購入させていただきました。2回咲いて、なんか元気なくなってきてるんで、これはこの後どうなるんでしょう。寿命なのか、小株出るのかと思ったら出てこないんで、ちょっと僕ディキアよく分かってないところがあるので。で、上段の方なんですが、こちらの方はですね、冬場も日が当たると30度を超えます。で、今これはウィンゾリーですね。ウィンゾリーは開墾のこの仲間の中では寒さはあんまり強くないらしいという。一応これ日本のね、未生のウィンゾリーということなので、ワイルドのものよりは寒さ強いんじゃないかということで、うまくこのまま状態よくいければこのままにしようかなと思っています。これもね、同じように未生なんで、恵比寿大学ですね。日本で誕生した未生のやつであると、やっぱワイルドのものよりは寒さに強くなるようで、その辺もね、ちょっと亀に似てますよね。
カメも本当の現地だとあったかいんで、冬眠というよりクーリングなんだけど、日本生まれで慣れてくるとワイルドのものよりは体感性いいような気も感じられます。まあ、ちょっとこの辺はね、あんまりだから絶対冬眠できるとは言えないところもあるので、カメをここに置いとくと暑くなりすぎて危ない30度以上の場所なんですが、この辺の開墾は本当ね、35度とかそれくらいの温度ちょうどいいんじゃないかっていう、ね、感じもありましたね。外の気温、最低気温は20度切るぐらいからこちらの方に移動させました。まだね、青々としている株もありますし、でもこういうね、だいぶ紅葉して葉が枯れてきた株もあります。まあ、この辺はこのままここで管理してみようと思います。もしね、目覚めちゃって花芽が出てきた時だけ、室内に取り込んで、それでね、今年も春この株なんかは花芽が出たので、ここから室内に移動させて、で種を取りました。こちらはパキプスですね。あの動画でパキプスのね、3年育成したものをどれくらい根がすごいか、タンクができてるかっていうのをね、動画で上げたりしてみたんですが、その株です。さらに太くなりました。もうこの絵なんかはですね、僕の人差し指よりは太いですね。もうパキプスのボコボコした感じになってきました。他ですね、アガベだとか、あ、これは亀甲竜ですね。亀甲竜あります。これはちょっとちっちゃめです。まあ、冬型と言われているんでね、これは外に出してました。亀甲竜です。雨の日は温室に取り込んでます。最低気温が10度を切ってきたら温室に入れようかなと思っています。これはね、今年はね、球体状に仕立ててみました。意識的にこうなんか上の方をボール状に、これはね、ボコボコとしてね、ウルトラマンブルトンチックでかっこいい。で、他はですね、この辺ね、チランジアとか真っ赤になります。紫色の部分は花芽です。これがニョキニョキ伸びて、まあ、もうすぐね、開花しそうですね。明日ぐらいには咲くんじゃないかな。でね、翌日こんな風に咲きました。チランジアの花はこれですよね。なかなかね、自家受粉ではうまくいかないので、我が家ではですね、チランジアはね、種がまだ取れたことがありません。タンクブロメリアの方は自家受粉でできることがあるんですけれども、オベサ、これは未発根で購入しまして、ちょっと曲がってるのは太陽の方向いて曲がっちゃったんですけど、これはこれで味があるかなと。下の方はちょっと木質化しています。で、鉢は原田釜さんです。このオベサもですね、こんなちっちゃいね、株だったんですけど、成長してこうなりました。普通ね、オベサってこういう丸いやつが一般的ですよね。これもね、我が家で一番最初に実生で育ててオベサなんですけど、これ綺麗なまん丸になりましたね。これはこれでいいですよ。で、種ね、取りやすいんで、ほんとね、受粉率がね、すごく良くて、メス株とオス株ってあるんですけど、それが揃うとですね、受粉させると、もうほぼ種ができちゃう。これもですね、オベサはね、ほんと、いくつあっても楽しいっていうか、まん丸でね、ほんといいですよね。可愛らしい。これちょっとね、窮屈すぎるので、寒くなってきちゃったんで、春になったら分けてあげようかなと。うん、これもちょっと、こういう風に遊んでみたんですけど、種を直接植えたのかな。このサイズにね、後からね、小さいの植え替えるとね、大体失敗するんで、種を植えて、今回オーベスタは一応うまくここまでは育っています。一番ね、未生で多いのはやっぱりグラキリスですね。こんな感じ。去年もですね、この温室でこの未生の株を実験的に管理したんですが、結構大丈夫で強かったんで、今年もですね、数が多いという話もあるんで、置き場的にもですね、ここに置けると大変良くて、今年もこんな感じで管理しておこうかと思っています。一部ですね、いい形に育ったものは室内の LED で、他のね、株には申し訳ないんですが、VIP待遇な感じで管理しているものもあります。最初のうちはひょろっとして棒みたいだったんですけど、なんとなくコツをつかんで、グラキリスらしい形のものも出てくるようになりました。で、右側まだ毛が生えていて、左側は坊主って感じですけど、たまにね、まん丸いのも出るので、まあね、この辺のグラキリスは楽しんでやっています。育成中です。ただね、本当この温室で冬場も
なんとか枯れずに耐えてくれているので、はい、ということで今日はですね、我が家の11月の温室の様子を動画にしてみました。やっぱりね、植物見てるとですね、気持ちが安らぐというかですね、いいですね。でまたこの植物がちょうどいい環境で管理できていると、そこにねいるねカメたちもね、調子すごくいい感じに見えます。それではまた次回の動画で、バイバイ。